今日はウィンドシールドワイパーという、腹筋の種目を紹介します。で、これは寝っ転がった状態からでもできるんですけど、今日紹介するのはより難易度の高い、ハンギング、ぶら下がった状態での、ウィンドシールドワイパーを紹介します。ハンギングニーレイズとかハンギングレッグレイズに慣れてきた人は、バリエーションの一つとしてこれもやってみてください。最初は大体10回で2、3セットくらいから始めて、徐々に回数、セット数増やしていってください。腹直筋も鍛えられますが、腹斜筋がしっかり鍛えられる種目です。ぜひこのハンギングで行う、ウィンドシールドワイパー、これもぜひ、腹筋バリエーション増やしたいなと思っている方、取り入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。